にちは、新州読書会の宮沢です。今日も罪と罰の続きの解説をしていきます。今日は2018年の10月25日です。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。メルマガも募集してます。登録、アマゾン、楽天のリンクあってありますんで、一回踏んでいただいてお買い物していただきますと紹介料が入りますのでご協力ください。今日は第5部の5章です。簡単に説明していきたいと思います。ソーニャのカペルナウン母父の家にラスコールニコフがいて、リザベータを殺したということを告白します。で、まあ一緒に刑を受けて、まあ、ルケーチで一緒に暮らそうって話になってくると、まあ時が来たら自首するっていうことを約束するんですが、まあ、そこへレベジャンとニコフがやってきて、実はカテリーナ・イバーノブナが発狂して道端でなんか子供たちを踊らせて物乞いしてるっていうことを言うんですね。でソーニャはそれを聞いて走り出すということになります。でラスコールニコフも続いて家を出るんですけども、まあここでレベチャーとニコフが、まあ結核菌が頭に入っておかしくなったんじゃないかと、でさらに最近フランスではなんか精神治療が行われて、これ316ページですね。狂人の頭脳の組織には特別な障害があるのではない。精神錯乱とはいわば論理的錯誤、判断の誤謬、ものに対する正しくない見方だということなのです。とか、なんか、わーわー講釈言うんですね。で、もうラスコリニコフは聞いてないんですけども、レベジャートニコフが、わざわざ、なんかよくわかんない、聞きかじりの、なんか、精神医学をわーわー言うんですね。ここら辺が結構、皮肉が効いてるっていうか、ドステスキーのユーモアがあるような気がするんですけど、まあこういう人いますよね。聞きかじりの、なんか意見で、なんか全部説明できると思ってる感じですね。で、ラスコリニコが部屋に帰ると、まあドーニャがやってくんですね。妹のドーニャが。で、なんか、お兄さんにはいろいろ隠してることがあると。だからなんか、ちゃんと話したいって言うんですけども、まあ、ラスコリニコが、まあ、さよならって言って、自分の家から出てっちゃうと。で、歩いてたら、レベジャートニコが追っかけてきて、で、カテリナ・イバノムダが橋のそばで、なんか踊ってるって話を聞いていくんですね。そしたら、まあ、カテリナ・イバノムダ、まあ、ある長官の家まで押しかけてって、まあ、こんな目に遭ってる、気の毒だと思いませんかとか言って、食事中に行ったら追っ払われて、で、まあ、なんか子供たちみんな連れて、仮装させて、橋のそばで物乞いして踊ってたんですね。で、なんかフランス語とかドイツ語で歌を歌って、なんか人だかりができちゃってたと。で、こんなに立派な人間が物乞いしててかわいそうじゃないですかって、みんなに訴えかけてるんですね。で、もう完全に頭が乱れてしまってると。で、まあ、ラスコニコフがその現場に駆けつけて、まあ、止めようとするんですけども、結局、まあ、彼女は血を吐いて倒れると。で、警察も来て、で、近くのカペルナウモフの家ですね。ソーニャが曲がりしてる家に連れていくんですけども、結局そこで、カテリナ・イバーノムダは、まあ、亡くなってしまうと。最後に、まあ、お医者さんと司祭を呼んでいくんですけども、お坊さんはいらないと、338ページですね。お坊さんいらないよ、どこにそんな余分なお金があるの、私に罪なんかないもの、神様はそれでなくたって許してくださるはずだわ、私がどんなに苦しんだか神様がご存知だもの、許してくださらなきゃそれでいいじゃないの、いらないよって言って、息を引き取るということになります。この部分が多分マルメラードフがですね、最初の頃居酒屋で管巻いてラスコリニオフに自分が死んだらどうなるかの話なんですね。必ず
神様、最後の審判の日にお前たちも出てこいって許してくれるって自分勝手なこと言うんですけども、まあそことの対比で、まあクリスチャンですからね、神様が許してくれるかどうかは最後まで気になると言うんですけど、もうどうでもよくなっちゃったんですね。なんかもう気の毒なんですけども、まあ、このシーン全部読むともうすごいシーンですけどね、なんかまあカーニバルってこのことですよ。もうなんか橋の横で子供たちに叱って踊らせて物乞いしてるっていう状態ですね。そしたらですね、そのソーニャの部屋に、まあ、みんな集まってきて最後見とるんですけども、そこにスビドリガルフが現れるんですね。で、子供たちの養育費を全部出してやると。ポレイチカと、あと2人、まあ、カデリーナ・イバノブナとマルメラドフの間の子供ですね。に、まあ、孤児院に入れてあげて、毎年お金やると、私お金いっぱい持ってるんで。で、ソーニャさんも、まあ、その、身請けすると。売春婦やめさせますと。で、その代わりお願いがあると。あなたの妹ドーニャに、あなたにあげるはずだった1万ルーブルをこういうふうに使ったって伝えてくださいって言うんですね。ということになります。まあ、ドーニャを追っかけて、ペテルブルグまで来てますから。で、この1万ルーブルっていうのは、なんかマルファ・ペトロブナがドーニャにあげてくれって融合したお金なんですね。あの、スビドリガルフの奥さんの。で、これ343ページ。ここがね、結構怖いシーンなんですけども、一体何のためにあなたはそんな荒っぽく金を投げ出せなすんですと、ラスコーリニゴフは尋ねた。あなたも疑り深い人だね、と、スビドリガエルフはにやりと笑った。この金は私には余分なものだってあなたに言ったじゃありませんか。それともただ人道的見地から許さんとおっしゃるんですかな。でもあの女は、過去、彼は死体のある隅の方をちょっと出した。まあ、カデリーナ・イバーノブナのことですね。しらみじゃなかったはずですよ。どっかの金貸しのばあさんみたいね。どうです。実際のところルージンみたいな男を生かして卑劣な行為をさせるか、それともあの女を死なせるか、どうです。私が助けなかったらポーレチカも同じ道をたどることになるはずですよ。彼は何か目くばせをするようなニヤニヤしたずるそうな顔でラスコリニコフから目を離さずにこれを言ってのけた。ラスコリニコフはソーニャに言った自分の言葉を聞かされて、さっと青ざめ、背筋が冷たくなった。彼はビクッと一歩後ろによろけて怪しく光る目でスビドリガエルフを睨んだ。スビドリガエルフがラスコリネゴフの言ったセリフを言うわけですね。で、なんで知ってんだって話になっちゃいますね。で、続きです。どうしてあなた知ってるんです。彼はやっと息継ぎしながら囁くように言った。だって私はここに壁一つ隔ててレスリッヒ夫人のところへ曲がりしてるんですよ。ここはカペルナウモフ。そちらはレスリッヒ夫人。私の古い親しい友人ですよ。隣です。あなたが、そうですよ。と、スビドリガールフが身をゆすって笑いながら言い続けた。正直に言いますがね、親愛な ロジオン・ロマーヌ1。私は自分でも呆れるほどあなたに興味を持ったんですよ。確かあなたに言いましたね。私たちは親密になるだろうって、そう予言したはずですね。どうです。ちゃんと親密になったじゃありませんか。今にわかりますよ。私はどんなにできた人間って、かってことがね、私となら、まだ結構生きていきますよ。っていうんですね。これで第5部終わりです。まあずっと聞いてたんですね。ソーニャの部屋の隣の部屋に曲がりしてましたから。まあ、レスリッシー夫人のとこ の、何でしたっけ、娘と婚約してんですね。なんかまだ10代の娘と。まあ、むちゃくちゃなんですね。もう、まあ、むちゃくちゃになった人間が出てきて、で、まだ私とだったら結構生きていきますよと。自分に嘘つ生き続けても、まあ半ば頭が乱れた感じで、まあ生きていけますよと。まあラスコリニョフは自分を殺した後の姿がスビドリガルフだってことになってんですね、この話は。まあなんです、ドッペルゲンガーですね。もう一つの分身ですね。でも結局スビドリガルフはドーニャに告白して断られて、まあ最後自殺したんですけども、まあ結局もう人から愛されないと。愛されないと、愛すとか愛されるとか、そういう関係に人と結べないと、何も信じてないですから、もう信仰も失ってるし、まあ自己欺瞞の塊だと。で、まあ自己欺瞞というか、まあただ自分をごまかして何者だか分かんなくなっちゃってると。もう ほぼ狂気の中で生きてるようなもんですから、まあたくさん亡霊を見るんですね、これから。マルファ・ペトローブナの亡霊が出てきたり、自分が殺したゲナンの亡霊とか、まあもう以前にも話してますけど、幽霊を見るようになると。で、最後に、なんか5歳の売春婦みたいな幽霊を見て、まあそれでもう、
かしくなって拳銃で頭撃っちゃうっていうことになってるんですけども、まあもう読んだ人向けに喋ってるからどんどんネタバレしてますけどもで一応全部読んでから解説音声聞いてほしいと思いますけども、まあ何ですかね、この話の筋が面白いっていうよりも結構哲学的な内容で書いてあるんですね。あの信仰とか自己欺瞞の話が、あと政治思想が人にどう作用するかとか、そういう話が、まあ、ドストエフスキーのテーマなんで、まあ、別にまあ物語としても面白いっちゃ面白いんですけど、まあ、探偵小説みたいなのがありますけどもほとんどの人はそうやって読んでんでしょうけども、ちゃんと読むと、まあ、あの人間の病ですね、自己欺瞞という病について平気で嘘をつく人間、まあ今ねサイコパスとか言いますけど、まあスビドリガールがサイコパスですよね。もうあの倫理観がまるでない、別に助けたいと思って助けてるわけじゃないんですよ。ドーニャを手に入れたいから、あのわざわざお金出すって言い出したってことですね。そのカテリーナ・イバノヴナの残した3人の子供と、ソーニャを助けてやると、お金ならありますって言って、はい100万円って言って気前よく渡すんですけども、まあ金によってそう人に影響力を行使して、まあお金が足りなくなりゃなんかこう政略結婚みたいな詐欺みたいなことをやって、まあ、ずっと生きてるわけですね。まあなんかまあなんていうか保険金殺人やりながらずっと生き延びてるような感じですね。まあまあまあこういう人はいるんでしょうね、世の中にね、たくさん、まあ、今の社会に、私たちの住んでる社会にも多分。まあよっぽどのことがなきゃ合わないんでしょうけども、別にその広域団体とかそういうわけでもなくて、一般の人でももう完全に倫理観がおかしくなって生きてる人が、まあ、なんか何かの弾みでそうなってまあやっぱりそこら辺の政治家とか怪しい政治家とかにはね、スビドリガルフみたいな人いっぱいいると思いますけども、まあそうなっちゃった人ですね。こういう人が、こういう人を書くのが異様にうまい、ドストエフスキーは。まあ、ドストエフスキーがそういう人だったからだと思いますけども、まあ、ただなんかすごい徳の深い人も書くんですね。これまあカラマーゾフの兄弟のアリョーシャとかね、もうなんか信じられないようななんか素晴らしい人も書くんですけども、ということです。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。